皆さん、こんにちは。レック専任講師の富田です。えー、今日はですね、2019年の開校、人選19年合格対策の母材横断クラスですね。えー、こちらの開校に先立ちましてですね、えー、お時間おおむね5分程度で終わらせろというふうに言われてるんですが、まあ,あ2019年の合格に向けてですね、税理士のお会計科目、 まあ、募金論という科目と財務省論という科目がございますが、まあ、こちらのですね、同時合格を目標に、えー、講義を進めていくというですね、模剤横断講座というのがですね、私どもレックの方ではございます。で、まあ、一番最初にですね、えー、この手の講座を作らせていただいたのは私どもレックであるというところがありまして、まあ、ここ数年はですね、毎年のように、 担当講師の方も切り替えながら事業自体ね進めさせてきていただいたというところがあるんですがあ今度2019年向けの講座に関してはですね私富田の方で担当させていただくということになりましたんで、まあ、皆さん方にねご挨拶がてら あ簡単なご挨拶、ね。本当にご挨拶。自己紹介。兼、えー、ねてですね、えー、5分程度でお話をさせていただくということで、今回機会を設けさせていただいた次第でございます。えー、私は今までですね、レックの講座の中で言うと、まあ、税理士会計科目、簿記論という科目のですね、えー、受験だけを専念するという講座、簿、ま、記、あ、論のパーフェクトコースという講座なんですけどね。まあ、こちらの方で、えー、講義の方をずっと担当してきておったんですが、あ今般、 ねまあ、19年度向けは母ー横断をやりなさいとこういうことになりましてですね、まあ、私の方で、えー、19年の受験向けの講座に関しては母ー横断の講座を担当させていただくとこういうふうになりました。 でまあ、今申し上げました通り、ここ数年はですね、一定の狂ごとにも担当を変えるというところがあって、まあ私のところ、お鉢が回ってきたというところではあるんですけども、まあ当然ですね、せっかく担当も変えていくというところがありますんで、まあ僕は僕なりにね、あのー、自分の色を出して授業は進めていきたいなというふうに思っているんですが、あのー、私が、あまず講義を実施するにあたって、 まあこれはどの先生も同じかもしれませんけどね。えー、当然のことは最終的な目標は受験生さんに受かっていただくというところになるんだけども、まあそこのね合格しましょうっていうゴールに行き着くための過程っていうのがまあいくつかのやり方というのがあると思うんです。で一つの考え方というか今までねこの手の税理士講座で非常に多く採用されていたのはもうとにかく多くの情報を皆さんに伝える。伝えるだけ伝えてその中でね残った部分が ああ合格ラインに達する程度知識を残すことができればそれでいいんじゃないかと、まあ、いうような比較的こう詰め込み型の講義というものがまあ伝統的に続いてきたというのが税理試験の実際のところではあるんですがあのただですねここ近年の特にここ10年ぐらいの簿記論や財務諸評論という科目の特性試験の出題内容を見ていくとですね合格ラインに達するために真に必要な部分 真に得点をしなきゃいけないところってどういうところなのかな、ね、例年試験終わった後分析するとですねこれはですねある程度範囲というのが限定されていたりもっと言うとですか、合格するために得点を取らなきゃいけない問題っていうのは論点が同じというよりも傾向が同じなんですねで実際にですね競争試験である税理試験で合格を勝ち取るためには単純な話で上位10%の中に入っていただければ確実に受かることができるんです で例えば「簿記論」という科目に関して言えばあこれはですね低い時には100点満点のうちのボーダーラインで45点とか50点という時もある。ね、45点ぐらいすて話になったりするんですがその45点得点をするということだけを特化して考えた場合にですねじゃあどこを拾っていけばいいのっていうと実はこれね簿記の。 3級や2級で出題されてる論点が発展的になったり応用的に問われてる部分っていうのはいっぱい税理試験出るんですね。でそこをですね確実に得点と積むことができれば45点だそういったですねですかあ確実に得点源としなきゃいけないんだ論点というものを正確に見抜いて確実に得点を積み重ねることによって上位10%に入っていただく。 ここういったことをですね私は主眼にに据えててて授業を進めてみようううといいうふうに思っていますすなわち実際過去の本試験を見ると極めて難易度が高いような論点もいっぱい出てるんですが正直言ってそういういい論点はは合格を左右させるものではないで当然受験生さんの立場からすればそういうね発展的な論点応用的な論点難しい論点そっちにばっかりやっぱり意識がいってしまうんでそこができなかったことが自分の範囲なんじゃないかなとかって思われる方も実際多いんですけど違うんです。 え結果がついてこなかった方々よくよく考えていただくと分かるんですけどもそういう発展的論点が取れないことによって起こってるんじゃないんです。合格できなかったんじゃないんです。違うんです。基礎の部分で点灯落としてるんです。だから私は徹底的に もうとにかく皆さんに試験を受かっていただくということがコンセプトの当然資格予備校の授業ですからそこが目的になりますんでそれを確実に実現するために重要性が高いところそうじゃないってことを明確につけながらねメリハリをつけながらもうここの部分については何が何でも確実に押さえてください。でこういったところについては付加的論点応用的な論点ではないのでですかあ応用的な論点になるので後回しで構いません。ここういったところをを明確にメリハリハつけながら 重要性のののというのをつけながら個々の事案に関してて、ね、て業を進めいいいければなという,ふうに思っています、えーまあ、これでもう6分経っちゃうんでねあっという間に終わっちゃうんですが、まあ、もう少しね細かい講義のスタンス等については私どもの方のホームページの方にもーアップさせていただいたりもする予定でございますんで、まあ、そういったものをねご確認いただければというふうに思うんですけどもまあ理士試験近年ですね毎年毎年のように受験生さんが減っています。 えー、これはもう皆さん方の中でもご承知の方多いと思います。で一般的に税理試験ってのはですね景気が良くなってくると受験者減るんです。これは前もそうだった。ああ景気がいい時代っていうのは税理試験の受験者減ります。もうそれは理由簡単です。そこまで苦労しなくても今現在は食べていけるから。いうのがあるんだと思います。で今まさにある程度景気がいい方々も多いと呼ばれてる時代です。私は待ってる時間がないけど。で実際ね僕らが学生 だった現役だった時はあの時なんか税理試験なんか一生懸命やってる人本当少数でしたよ。だってそんなに苦労して勉強しなくったってそこそこの会社入れるし、ね、そこそこのお給料も,もらえたあそういう時代だったんでね、えー、無理して税理士なんかなることないよとこういうところがあったんでやっぱあの時代っていうのは受験者すごく少なかったんです。景気がいい時代っていうのは受験者減るんです。間違いないなですよだだだっっててけど税理試験って難関だから やろうって決めてるから五科目全部揃えるまでそれなりに時間かかりますんでねそこまで時間とお金をかけてやる必要ないだろうというふうにやっぱり景気が少し良くなってくると思われるんですだから今まさにね景気は少し上向いてきてる失われた二十年と言われた時代をくぐり抜けてね少し景気上向いてきたと言われている時代ですまあだんだんだんで実は下がってきてるよという人もいますけども全体としてはまだね上がってるとおお昔に比べれば良くなってるという状況があるからだと思います でそういう状況もあるから税理士の受験生んっていうのは少し減ってる状況なんだと思うんだけどもただね皆さんまあよく言われる話ですけど2020年オリンピックがありますオリンピック後っていうのは大体開催国っていうのは不景気になるとで一般的にここ近年の話で言うとオリンピック開催前にね公共事業一巡全部終わっちゃうからもうオリンピック開催前から不景気始まるんだとリオなんかはそうだったって言われてるよねで日本がその道をたどるかって言ったらそれは分かりません分かりませんが景気っていうのは絶対波があるんです で僕はねその時に変に営業のつもりで言うつもりもないんだけどさ皆さんよく考えてほしいんですよ。あのバブルの時僕らよりちょっと年代上の方々っていうのはほとんど大学の授業出なくったってとりあえず卒業だけできればそこそこのいいところに入れましたそういう時代だとは今言わないそこまで簡単ではないかもしれないけどもい今の若い方々は比較的ね昔の就職氷河期の人に比べれば就職活動は楽だとは言われているそうでしょ そういう状況をまあ皆さん見るにつけですね僕常に思うんですよ。僕らの時代も同じだったなで。これが不景気になった時にどういう道をたどるのかそれを僕らは実感して見てきてる、えー。厳しくなってから動こうと思ってもなかなか動けない。だったらば今のうち、ねえー、受験生さんがそんなに多くない。 まあ要はポテンシャルの高い方々は就職活動であったりその会社の業務に専念してる間にですねどん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 ね将来的にも役立つこと間違いない資格である税理試験というものを取っておくとそうなれば不景気になった時の対応力だって絶対的に高まるに決まってるんです。で繰り返しまますすけどどどどどねね税理試験のの受験者っってて確かに減ってますで世の中に減世中は IT がねどん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  ね、発展してって今だともう ai なんかも出てきてる人工知能がどん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 発達すると会計士とか税理士とかって業務はいらない。なんていう風に言われてるところもありますね。私も実際受講生さんによく聞かれます。ai 発達すると税理士いらないんでしょ？と言われます。でも皆さんよく考えてください。自分の稼いだ大事なお金のことをですよ。コンピューターソフトに全部丸投げするような人っていますかね？皆さん自分でそれができます。いや、コンピューターソフトは信頼できるから。本当。 本当ですかだってソフト前提でやり取りしてるような仮想通貨だって気が付いたら持っていかれちゃってどう,だどうなったか分かんないとかっていうのがあったでしょまあ結果は戻ってきたという話になってるけどその間に価値変動あった部分の補填なんか聞いてないじゃないですか。ね、そういうういことはもう実際にあるわけですよで悪いことを考えるやつっていうのは非常に頭のいい人たちがやるわけですからそんなねコンピューターシステム丸投げで自分の大事なお金のことなんかお願いしますか。 仮に税務申告だけはそれできたとしたって相談できるんですかで相談をして入力をして相手が返してくれるそれも AI で可能になるかもしれないでもそれで皆さん満足しますか本当にそれで安心できますか無理ですよ。人間が人間である以上真に重要なことはやっぱり人と人で話し合いたいに決まってるんです相相談相手が欲しいんですだから純粋に税務申告書しか作れないよう、ね、な税理士は多分消えてきます。だってそれは別に税理士に頼まなくってって。 今なんかだってねちょっとネットの強い人だったら自分でできるんだもんでしょそういう単純に税務申告しかできません代行しかできませんそういう税理士は多分消えてきますねそれは間違いないと思うでもそうじゃない何らかの付加価値、ね、経営に関する助言が正確にできるとかねプラスアルファ私的な部分についてのお金の運用までちゃんとアドバイスができるとかそういう人っていうのはそれなりの 富を築いた方々ににととってては絶対的に必要な存在としてこ,の方この後も続くんです絶対ね。だ税理資格が陳腐化してしまうとかあー税理資格自体では食べていけないとかそんなことはないでもしそういう状況が生まれればい世の中今ある職業のもっともっと多くのものはなくなりますいだから税理資格自体が駄目になるとかああ取っても意味がないとかそんなことは全くありませんい で実際に皆さん方もまあ実際経験されたことある方もいらっしゃると思うけどねそれなりに事業を運営して会社を起こして成功された方々っていうのはい誰か相談相手が欲しいんです自分で答えはある程度持ってんですでもこれで大丈夫だよね先生確認を取りたいっていうのはあるんですよいそれもい税理士の一つの大きな仕事ですよで中小企業を考えてください顧問弁護士を抱えてる会社ないとは言いません、ね、でも数は多くないです じゃあ、顧問税理士抱えてる会社は圧倒的多数は顧問税理士は持ってますよ。その前提で考えれば次から次に会社なんかできてくるんですから。ね。税理士かのに将来性がないなんてことは絶対ない。で、まさにね、こういう時代だからこそ税理士の受験生さんが少し減ってる時代だからこそ、ですか今こそ皆さんにとってはチャンスなんです。ですかここで,ですか、しっかりと土台を作っておけば、この先ね、また再び、 ああいう、ね、不況の時代が続,いたと続くような時代が来たとしてもですよ何もない人に比べれば圧倒的に強固な武器を自分の中に手に入れることができるんですから将来的なあ人生設計一つ取ったってですね大きく皆さん方の生活に寄与することは間違いありません。でやっていただくだけの価値はあるものだと思うのでぜひね税理試験というものは一つ前向きに捉えていただいて戦後の対象に入れていただけるとありがたいな。 いうふうに思いますしまあ、もしね皆さん方がそのまま税理士の勉強を始めようと決めていただいた暁にはですね私の方で多少なりともお手伝いさせていただくことができればありがたいなというふうに思ってますんでぜひですね、えー、この母材横断というクラス非常に効率的にできているカリキュラムだと私ども自負しております、えー、これをですね一つ検討の対象に加えていただけると嬉しいなというふうに思いますまあ極めて限られた時間でもうこれでも10分超えちゃったんですけどね、えー、また詳細のところは もう少し、えー、ホームページ等を通じてご案内をさせていただくこともできますんでね。よろしかったらそういったものをご覧いただければと思います、えー。以上で私の方からのお話は終わりです。教室で皆さんぜひお会いできればというふうに思ってますんでね、えー。前向きにご検討いただければと思います。ご聴講いただきましてありがとうございました。